こんにちは、花クラブの宮川です。今回は和装用ボールブーケのご紹介です。前撮り用にご注文いただきました。リクエストはこちら。素材はアーティフィシャルフラワー。色は紫、ピンク、白。花材はダリア、マム、芍薬、桜。そしてサイトカタログをご覧になり、こちらがお好みだと教えてくださいました。この紫ダリアをメインにして、使用花材の候補としてこちらをピックアップ。ご覧いただき、色の濃い12番のみ不要と回答いただきました。では製作です。20番ワイヤーを折り曲げます。ワイヤーを斜めにカットします。平行に持ち、ボールに貫通させます。ワイヤーが広がっていかないように注意します。上部の輪を少し残して刺し、出てきた下部のワイヤーを斜めにカット、折り返してボールに差し込みます。輪に紐を通してワイヤーで巻いて締めます。ワイヤーは26番か24番ぐらいで OK です。ペンチで圧着します。フローラルテープで巻いて外れないようにします。ボンドをつけて接着します。これで土台完了です。お花を刺していきます。一番最初に一番花の高さがあるものを刺します。マム台が高さの基準になります。2輪目のダリアは1輪目と高さを合わせます。3輪目は芍薬、4輪目は紫ダリア。メインになるものを持ち手近くからボールの中心に配置します。もうちょっと詳しい制作動画がありますので、興味のある方はそちらもご覧ください。今回のリクエスト内容は、色は紫多めにピンク系白系を足して、花材はダリア、マム、芍薬、桜を使ってほしいとのことでした。新しくピンクダリアと芍薬を仕入れ、使用 OK をいただきました。お着物のお写真を拝見して、淡いグリーン入ると綺麗だと思いますとご提案しました。グリーンありとグリーンなしの画像を見ていただき、グリーンありの方でとご回答いただきました。グリーンマム以外に追加した花材が、このピンクのグラデーションダリアとふわふわの素材が可愛い芍薬です。このようにオーダーブーケは本制作に入るまでに何度もやり取りをします。リクエストをお伺いして花材をピックアップして画像で確認いただき、OK をもらってから仕入れます。ケースによっては仕入れてからお写真撮ることもあります。花材が揃ったらざっくりと組みます。それが先ほどのグリーンありなしの画像ですね。それに OK いただいたら本制作に入ります。
現在作っている工程がその段階です。刺し方のポイントは大きく3点。1つ目は放射状に刺すこと。ワイヤーの方向がずれるとボール内でワイヤーがかち合ってしまいます。抜け落ちの危険度が上がるので注意します。2つ目は丸い形にするためにアウトラインは側面で確認します。正面では凸凹が分かりづらいためです。3つ目は花びらを少し重ねて刺します。重ねることで下地が見えることを防ぎます。花材選択のポイントは大きく2点。1つは丸い花材や丸くできる花材を選びます。尖った花材を選択したり、輪郭が丸くても中心がへこんでいると難易度がぐっと上がります。中心は少し膨らんでいる方がいいですね。2つ目はサイズの大小を選択します。すべて同じサイズで作るのは単調で面白みに欠けてしまいます。花材によってはいけるものもあるので絶対ではありませんが。配置のポイントはお花の中心をずらします。特に同じサイズの花材の中心が並ぶと溝ができてしまいます。綺麗な丸に見えにくくなるので要注意です。ほぼできたら仮仕上げ画像として見ていただきます。それに OK いただいたらすべてを抜きグルーをつけて接着していきます。今やっている工程です。透明なるボンドの選択もできますが、私はほとんどグルーガンを使います。注意点は差し込むときに隣のお花にグルーをつけてしまわないことです。グルーは結構たっぷりとつけるのでゆっくりやっていると垂れてきます。つけてはいけない部分につかないように注意します。完成です。すべての接着が終えて完成となり、仕上がり画像を確認していただきます。それに OK いただいた後、梱包して発送という流れになります。完成画像を確認いたしました。とっても可愛いです。届くのを楽しみにしています。とっても嬉しいコメントをいただきました。明日が発送です。素敵なフォトウェディングになりますように。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。